はい、買ってきました。アクリルサンデーの、薄いやつ薄いやつです。はい、なんか書いてあるな。ちょっと邪魔やね、これ。コーナーで買ってきたんだよね、今ね。これ900×450って書いてるんで、まあもちろん水槽サイズなんですけど、これの結局これをね、まあ大きさ的に見てください。ぴったりです、もちろんね。というか大きいんです、やっぱりね、大きい。はい、これをどこに使うというと、はい、皆さんお分かりですかね。そこに使います。ということは、内径を測って切らなくちゃいけないので、ほんでこのコーキングの、間なんで、ちょっと測ってから切らないといけないですね。ちょっとちっちゃめに切らないとダメですね。こことここと、ほんで横側もコーキングより下っていうことは何センチか切らなあかんですね。はい、ちょっと切りたいと思います。そしてこの化石インルをピカピカにしたいと思います。はい、真っ白毛にしたいと思います。今はちょっとね、ゴールドなんでね、まあ白にしたらなんかメタレするとは言うんですけど、まあ一回やってみたいんでやってみます。はい、では後ほどやってみます。盆休みなんでね、どこも行けないんで、これとバイクいじりをやりたいと思います。はい、結局これ39センチやから、こんな切らなあかんね、これもったいなね。39センチ、中に引くのに39センチ。39センチ、45センチの水槽なのにって言っても、これ見てください皆さん、45ないですよ。これほら、この縁がこの黒縁で45で 44.44 です。ほんでこの下のこの何ちゅうの、コーキングが太いんで、結局この上やったら浮くんで、ここにしよう思ったらやっぱ39やね。39センチしかないですよ、これ皆さん。これほらね、水槽の中でも42センチしかないです、これ皆さん。45センチ水槽言うて42しかないですよ、これ。これね、びっくりしましたね。そういうもんなんですかね。これ39で切りますね。39で切りますね。39でね。今これビニールね、敷いたままなんで、いけますけどね。39ということは、今度はこれ後で切ります。はい、私の動画でこんなばっかりやってますよね。これカッターで切って、アクリルサンダーカッターで切れるのか。切れるかもしれない、これ。ちょっと甘かったかな。切れました、カッターで。これ
柔らかいんでね、これスーッと入れますけども、次はここを測るのかな。ここです。はい、切れました。結局ここ84しかないです。84と、40ないんで、39.5 ですね。 39.5、 こっちが84しかないですね。でこれをね、そこに今からね引きたいと思いますけど、ピラニアのはこう邪魔なんでね、はい、こういう風に入れていきたいと思いますね。さあ、色が変わるんでしょうか。このアロアナの色覚えておいてください、皆さんね。ちょっと白くしたいと思います。はい、今日は港南寄ったんでね、ちょっと面白いもの見つけました。前からあるんかな、いつもあのブラックホールかなんかやつね、たまにこうあの佐野さんのとこで買うんやけど、たまにはこんなもんいいかな思って、はい、洗ったらね茶色くなりましたねこれ。はい、ということで今からねろ過槽に入れたいと思います。あの部屋の水槽なんで匂いがね、するかもしれないんで、ということで使っていきたいと思います。はい、ここは怖いな。これをね使ってたんですけど、もうこれも期限切れということでここに入れたいと思います。これはまあ上に置いとくか。んでここに1個ね、はい、んで適当にこんな感じでいいか。はい、まあどんな役目するんか知らんけどね。でこれももう古いんでこうやって使っておきます。はい、はい、今ちょっとゼオライトね入れたんでちょっと濁ってますけど、はい、綺麗に引けました。浮かないですね。まあ一応こういうのも乗っけてるんでね、全然いいですね。はい、縁ちょきっちりですね。まあ、あの下にゴミ溜まるっていう説もありますけど、その時はね、あのめくって吸えるんで大丈夫です。はい、これからね、アロワナがどんだけ白くなるか、ちょっと日にちたってからね、また動画撮りたいと思いますけど、今日は、45センチなのに、はい、中身はちっちゃいもんでしたということです。はい、ね、この分ね、ということです。はい、皆さんもね、たまに黒に変えたり白に変えたりもできますんで頑張ってください。私も頑張ります。はい。